こんにちは。心理カウンセラーの高森です。40代に入ってから特に理由もないのにひどく落ち込むことが増えてきましたという相談を受けることがあります。で、こういった方って結構いらっしゃるんですね。特に仕事がきついというわけでもなく、自分を追い詰める癖があるというわけでもないんだけれども、どん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 40代になってから特に周りから見ると順調そのものに見えるのに、自分としてはもうやるせない感じ、虚しい感じ、落ち込んでいくということがどん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 深まっていって、どうしようもなくなるというような、そういったケースです。で、これはちょっと大げさに聞こえるかもしれませんけども、中年の危機というテーマが背後にあるような気がいたします。中年の危機というのは20代30代のような上り調子、これから頑張っていけば何かもっとレベルが上がっていくというのではなくて、だんだん自分の能力がピークを超えてこれから落ちていく時期っていうのに入ってくるんですね。で、そうすると自分が生きている意味が何なのかっていうことがここに来て迷い始めるということで、そして辛くなるっていう、そういう深いテーマがあります。こういったテーマになってくると自分一人で悩んでいてもかえってぐる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 して空回りするっていうことも多いですから、ニーズが高いようでしたらこういったテーマこそ心理カウンセラーとともに話し合っていきながら、自分の生きていく意味、価値っていうところをもう一度再構築していくというような作業をしっかりやっていくということがおすすめです。このようなことをいろいろお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。